石井、ランシング協定は、1917年11月2日、アメリカ合衆国ワシントン DC で、日本の特命全権大使、石井菊次郎と、アメリカ合衆国国務長官、ロバート・ランシングとの間で締結された、中国での特殊権益に関する協定である。公文による共同宣言という形式になっている。ワシントン体制への道に通じる対米。 協調政策の結果であった。1917年協定締結時のワシントンにおける石井菊次郎とロバート・ランシングによる記念写真発表された文書では、協定の内容は、日米両国が中国の領土的、行政的統一を尊重して、中国大陸における文庫解放政策を支持することを誓った上で、日本の中国大陸における特殊権益を認めるものだった。 すなわち、アメリカの中国政策の一般原則と日本が主張する特殊利益との間の妥協点を決定するものであった。さらに付属の秘密協定では、両国は第一次世界大戦に乗じて中国で新たな特権を求めることはしないことに合意している。協定発表時に中国政府は協定に対する抗議を表明している。1922年に、 ワシントン会議で調印された旧カ国条約の発行4月14日により廃棄された。第一次世界大戦の中、決して激戦地とは言えない東アジア、南洋諸島において参戦した日本が、連合国として中国大陸に対して権益を拡大しようとすることは、英仏前の連合国は心よく思わず、その牽制としてアメリカが衆国国務長官、 ウィリアム・ジェニングス・ブライアンが、ブライアン・ノートを発表することとなった。また、日本は、満州権益をその利権を共有してきたロシアとの四時に、渡る、日露協約による日露の協調を基礎に確保していたが、1917年、発生した2月革命及び10月革命によって、その変更を迫られた。そうした事情もあり、日本は、満州権益を確保するために、 ロシアに代わり、アメリカとの協調を模索していた。そこで日本は、優和策として、ヨーロッパの連合国に対しては、ロンドン宣言に参加することや、地中海への海軍派遣などを提案し、アメリカに対しては、中国大陸全土に対してはそれまでに、アメリカが表明していた中国政策の一般原則を認めつつ、満盲に、日本の権益を認めさせようとする妥協策を提案した。 この権益とは、経済的権益に限るのか、政治的権益を認めるのかについては曖昧であった。川島誠、近代国家への模索1894から1925シリーズ、中国近現代史に岩波新書、2010年、167ページ、ISBN9 兆7840億431万2505。ありがとうございます。